はい、次の場所移りました。隣でね、草刈りエンジン式の草刈り機でね、草刈り始まりました。今6時半ですかね。まあこれがね40年前だったらね、この時間帯でもいいんですけど、もうねここ何年かのでね、家がたくさん建ちまして、この時間帯エンジン付きの草刈り機で草刈りやるのはちょっとまずいだろうと思うんですけどね。まあそういう方もいらっしゃるということでね、はい、たけし農場は、やはりね近所に迷惑かけないように、一応ねこの電動の草刈り機で、やっていきたいと思います。